高島平。高島平は東京都板橋区の町名。現行行政地名は高島平一丁目から九丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は一七号のゼロゼロ八二。板橋区北部、荒川及び新菓子川南岸に位置する後輩湿地。総面積三百十三ヘクタール。北側に新河岸、西側に山園。 南側に、大門、四つは、徳丸、西大、東側に連根と接している。高島平一丁目から高島平九丁目まであり、高島平二丁目は、約三分の二、高島平三丁目は、約二分の一の面積が、高島平団地、高島平二丁目が賃貸、高島平三丁目が分譲である。特に高島平六丁目は、 埼玉県との境界から200メートルとなっているほか、東京都中央卸売市場板橋市場やトラックターミナルを中心とする物流拠点となっている。高島平駅北口の高島平八丁目には商店や飲食店が多く買い物客で賑わう。高島平九丁目には都営三田線の車両基地である志村車両研修場があり、その上に都営住宅が建っている。 区画は整理されており、町域内は高島平五丁目を除いて、東西と南北の道路がほぼ90度に交差し、住所表示による道順案内が容易にできる。荒川の荒廃出地のため、全体が平坦な土地で、町域内の高低差はほとんどない。地域内を流れている前谷津川とその支流はすべて暗居となっており、その上が遊歩道となっている。 周辺の新河岩、山園を含めて、高島平地域、高島平地区などと呼ばれることもある。明治から大正時代までは大半が北豊島郡赤塚村に属したため、赤塚地域の一部とされることもあり、警察署や郵便局などはこの区分を基本としている。住宅地の地下は、2017年、平成29年1月1日の工事地下によれば、 高島平1の37の4の地点で33万3千円枚メートルとなっている。団地建設以前の高島平の歴史は、徳丸が原も参照。高島平団地への入居開始は1972年、昭和47年から始まった。高島平団地の倉庫数は1万170戸。団地以外の地域も、高島平全域が新興住宅地であり、 地下鉄で山手線の駅への交通が確保されていたことから若年層が多く入居した。旧来よりこの土地に生活していた人々は多くなかったが、その大半は立ち退き、あるいは整備された宅地に転居した。この結果、それまで一面の田んぼだった徳丸が原には、高島平団地のみで2万人以上、高島平全域で5万人の人口を抱える。 一大住宅都市が出現した。こうして全く新しいコミュニティが形成された結果、高島平には修学前教育機関、小学校、中学校、高等学校が公の手で整備され、団地内には図書館、警察署、消防署、出張所、役所、板橋役所高島平出張所、病院などが順次整備された。さらに、商業施設や、 スポーツレクリエーション施設も多く通し、整備された。この結果、多くの高島平居住民は、地域内で生活全般が充足され、地域内の結びつきをより強くすることになった。当時分譲された高島平一丁目、高島平四丁目、高島平五丁目は、小建住宅街として、自中間所得層の人気を集め、現在に至るまで全般に、 地域社会は循環している。これに対して、団地地区では居住民の指定が成人後、あるいは就職後に、一人立ちするなどして、1992年をピークに、人口が減少に転じ、高齢化問題が表面化している。かつて、最盛期に、高島平には、公立、板橋区立の高島第一から高島第七まで七つの、小学校、 同第1から第3までと西大の4つの中学校があった。高島平団地も1991年、平成3年には2万5千人が住むピークを迎えたが、1994年、平成6年より人口の減少が見られるようになり、少子化が顕著となった。そのため、いくつかの小学校は統合、廃校となった。中学校に関しては、 全体の教育水準が高く越境入学なども見られることから統合の予定はないが、全体的な生徒数は減少傾向にある。1970年代、都内にはまだ高層建造物が珍しかったことや、オフィスビル等と異なり一般住宅という、性格上外部からの侵入が至って容易であり、また高層階も低層階と、同程度の落下安全対策しか取れていなかったことも、 あって、投身自殺に訪れる人が多く、特に1977年4月に、不死3人が、投身自殺をしてから、マスメディアから、自殺の名所と呼ばれた。その数は1980年、昭和55年には133人に達し、社会問題になった。ちなみに、1980年、昭和55年だけでも1月から7月14日、 までの期間に飛び降り自殺した者が19名いたことが7月24日付の新聞載っている。そこで内閣府が所管する日本開発構想研究所が分析と対策を研究し、1981年昭和56年に構想団地の3階以上の廊下や非常階段などの共用部分に花や鳥を模したフェンスを張り、 屋上を侵入禁止にするなどの対策が取られた。その結果、団地内での闘神自殺は激減し、ほとんどなくなったが、皮肉にも自殺防止の目的で設置したフェンスや階段の手すりに紐やベルトを巻き、首吊り自殺を行うようになった。高島平の団地は、現在においても3階以上の廊下や階段などには、原則としてフェンスが設置されている。 現在では、高島平団地における少子高齢化問題が、顕著となっており、2012年、平成24年の調査によると、高島平団地に住む16,804名の、うち、65歳以上の割合が6,904名で41.1%となる。さらには、55歳から64歳の割合が3,120名で18.6%を、 占めるため、今後も高齢化率がさらに加速するものと考えられる。一方、15歳未満の子供の割合が842名で、住民全体の5.0%に過ぎない。また、築年数40年を超える建造物であることから、高齢者が居住することを前提に考えられた。居住環境ではないが、 高島平団地に住む55歳以上の平均居住年数は24.4年であり、養子園、養介護認定を受けているにもかかわらず住居のバリアフリー化が行われていない世帯が多いことも問題となっている。さらには、独居世帯が多く、55歳以上の調査で一人暮らしの割合が53.2%となっている。世帯数は8500世帯以上であり、 空室が目立ってきている。そのため、若年層世帯の獲得に向けたリノベーションや、高齢者が住みやすい環境を整えるべく、福祉住環境を整えたり、空室を利用して、訪問介護と包括して利用できる、サービス付き高齢者向け住宅の構築などを対策が急がれている。また、外国人入居者が増加傾向となっており、 全体の4.8%となる801名が高島平団地に住む。外国人のみでは65歳以上は0.6%、15歳未満は14.2%となっており、外国人に関しては生産年齢人口の割合は高い。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に設置された首都高速5号池袋線の出入り口は高島平。出入り口だが埼玉県寄りの位置にあるため、池袋方面へは渋滞出入り口を利用するものも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。